番組開始からおよそ20年、今回は記憶に残る兆候はもちろん、奇才が発した名言や食事シーン、茶目っ気たっぷりのいたずらまで、電信伝承に刻まれてきた数々の名場面を一挙に振り返る。こんなん釣りたいわ。いや、釣りはやっぱ無駄を汚さないからな。うまい。みんなが楽しかったらいいわ。